本多多は日本のナレーターである劇団若草出身。現在は無所属のフリー。本名、本田千佳子女性1966年6月23日、生まれ AB 型身長159センチメートル1980年、当時の友人であった斎藤小津の勧めでオーディションを受け、13歳で劇団若草に入所。落ち、小津と呼び合う間柄。 入所式の祝いの挨拶は、坂上忍。落合千香子から落合里美と改名とし俳優を、志す TBS の2時間ドラマ、荒野のアリアキャストは、滝田久し田中裕子等、田中裕子の妹役で出演。16歳で、パニック障害を発症している18歳で、劇団若草を、大所高い事務所社長と共に、テレビ局などの挨拶周りなどを経て、俳優。 ハイチ淳子の下で演技指導を受ける20歳で活動を休止し結婚し一時の母となっている活動を再開したきっかけは夫のキッチンカーカフェの経営を支えるためだという体が弱く虚弱体質で夫のサポートで唯一できることが卓録声優だったという依頼は王位が独特な個性でキャラクターを演じるとよくも悪くも聞く人の耳に残りネットが炎上した しかしその声や演技が好きだという声も上がり始め、ナレーションを始めると隠れファンも増え始めた本人は一切メディアには顔を出さず黙々淡々と活動を続けていたが、2020年に個人で始めたツイキャスライブで初めて自身の元の部分をお見せ、朗読を披露し、注目を集めた今後はナレーションの仕事が主流となり、ファンサービスライブでは顔出しもしている。 ありがとうございます。